お疲れ様です。今日はですね、こちらホグライダーのサンタチャレンジというのをねやっていこうと思います。さあ今ねめっちゃなんかチャレンジが来てます。で多分この辺は多分今までも来たことがあるやつかな。はい、まあでも報酬が多分ちょいちょいあると思うので皆さんもぜひ、やってみてください。でこれは新チャレンジで、ちょっとこのホグが結構おもろいので、やっていこうと思います。でこれはねあのスーパーラバみたいな、なんか前もありましたけどチャレンジ限定のカードですね。はい、なのでこのチャレンジでしか、はい、使えません。まあその分ねなんか特殊なね、まあ、能力だったりまあ強かったりね、はい、しますということで、まあこのホグはね4コスなく5コスですね。はい、帽子かぶっただけで5コスなんですけども、もちろんね特殊能力があって、一定間隔ごとにね、まあ、一定時間ごとにプレゼントを落としてます。はい、でそのプレゼントは自分のホグなら自分のユニットだけですね、拾えるのは。で相手のホグが落としたプレゼントは自分は拾えないんですけど、プレゼントを拾うとその中からね、4つのね呪文が拾えます。まあランバーみたいなね、ランバー死んだ時にレイジがポワって出る感じで、プレゼントを拾うとその中で呪文がね4種類のうちのどれかが出ます。でその4つがねやばい。1つがレイジで、2つ目がクローンで、3つ目が、今は亡きね昔は存在しましたヒール、まあ、ヒールスピリットの呪文版ですね。4つ目は新しくね登場透明化できる呪文ですね。なんでみんなゴースト状態になる。しかもそれが範囲なんで、結構複数のユニットがいても全部透明になってね、相手のタワーから攻撃されずに、もう敵からも見られずに無限にね、ホグがタワー殴ったりできる、そういったね、面白い呪文も含め4つで入ってます。で、ランダムにね、プレゼントの中から落ちるよって仕組みですね。まあ早速やっていくんですけど、まあホグはね、自分も相手も使ってれば絶対いるんで、大砲でいいかなと。まあトルネでもいいとは思うんですけど、なんか大砲の方が楽ちんじゃねっていう感じで、あとはまあクローンとかレイジヒールね、そういったね呪文とね相性のいいカードっていうことで、まあスケルトンよりはガゴだったりゴブリンの方がレイジと乗ったりクローンしたりとか、まあそういった部分を考えて、ね、強いかなと思い、さあプレゼント落ちましたね。でこれはね相手にユニットが拾ってないんで耐えてるから、このことは絶対いらないですね。で自分のユニットは拾えませんよと。ホグ出したいね。あのね、ホグガゴがめっちゃ強いのよ。ホグガゴ。そう、今すぐ行きたいんですけど、はい、楽しみは後に取っとくもんですから。はい。まあ、守って、まじ、キョスケの人に、ホグつけるだけで勝てるんですよ。そう、まだとりあえずおもろいんでね、このチャレンジ。気に入ってます。普通に通常モードで欲しい。さあ、これまじ、キョスケにホグつけます。で、まあ、落とすんですけど、これなんかユニットいないと拾わないんですよね。拾ってる。ああ、アイスピン。さ今、レイジ落として、さ、透明化を落として、ヒールを落として、クローンを落として、なんかいろいろ、ね、この、なんか3道具、結構強欲なんですよね。プレゼント落とすのに、あ、そのプレゼントやっぱ俺のっつって、もう自分で拾うっていう。そう。多分プレゼントを拾うと、すぐにまたなんか落としてくれるのかな。なんか、テンポ感が違うんですよね。走ってる時は、3秒ぐらいで1個なんですけど、自分が拾った時、タワー殴って拾ってる時はマジで1秒ごとぐらいに落としてくれるんで、よいしょ。まあほんとキョスケホグガゴを組むだけで、まあ勝つのはね、はい、いけんじゃねえかなと思います。何の呪文が落ちるかなんですかね。レイジの割合がね体感多い気がしてる。さあこの後ろのガゴいることで、あそこの全然すごいな。さあホグが自分で拾って、さあクローンをしつつ殴れ、自分で拾うよ。さあ殴ることに落とすのかな。さあでクローンのホグも殴るんで、おすごいすごいすごい、プレゼント拾って、ああ、キョスケがなんかプレゼント落とすんじゃねえかって見てたんですけど、落とすわけなかったわ。さあ見たね感じで、なんかもうすごいです、カオスです。なかなかぶっちゃけクローンと透明化が強すぎる。だからキョスケホグここで透明化落としてくれたらもう無敵なんですよ。でしかもクローン落としてからの透明化とかだとさ、これもう無敵です。これやばくね、これ真珠も登場するような。しかもヒースピで回復してレイジでも暴れてみたいなマジでまあただのぶっ壊れですね、うん、これチャレンジなんで、えぐくないっていう、強すぎて、まあ、透明化マジで今ないのをそういうの出してくれたってことはもう絶対出るって。いや、さ、来た、やばいよね、透明化強すぎるよね。しかもホグしかちょっと長えのよ。でクローンもなんか結構よくて、クローンで拾ってユニット増えたところに透明化を拾えると、クローンユニット全部透明化で火力も化け物でみたいな、
透明の間に呪文を受けるのかどうかはちょっと判明してないけど、まあさすがに受けるか、さすがに受けるか分かんない。もしかして受けねえかもしんねえ。でも受けなかったらやばいよな。最強ならクロンクロンクロンで透明化呪文とかねしちゃえば勝ちみたい。さすがにそんなことはなさそうだけど、そのとりあえずね。あーロケット押しいますね。まさかも相手も、うん、やばい。なんでさあホグライダーが死に際にね、あープレゼントだけっつっていいやつかよただのいいやつでした、お気土産が。さあというわけで、まあホグなのに事故るっていう新しい性能のカードですね。まあとりあえず俺もやっちゃえばいいんですよ、このねチャレンジはね。私ホグガゴで最強だと思ってます。クローン、レイジ、ヒースピ、なんだろう、透明か、すべてとあります。さあレイジ落としてる。さあクローンで暴れてる。レイジがねちょっと多いんですよ、ね、さあヒースピで回復して、もう一回透明か。いやーここで透明化だったら熱いのよ、わかんないんだねマジ全部レイジに見える俺の目には。そうそう、レイジ率がねものすごい高い気がするんだけど、どうなんだろう。完全ランダムの可能性もあります。全然、はい、よいしょ、まあ、とりあえずスキャバレとか用にねロケホでも出して、よいしょ。このキョスケホグのプレゼントがクローンなのもめっちゃいいんですけどね。まあ行っていいんじゃない、うん、知らんけど、まあ、ダメージ、あプレゼント拾って。さあレイジ今回はさあ自分で拾って、ピースピが透明化がいいな。透明化、いやマジ0時しか落ちんやん。ゴミ箱ゴミ箱、あのプレゼントいらない。ホグライダーがせっかくくれてるけど緊急動したの、あーめっちゃいい、完璧です。緊急動しつつのって感じかな。だからみんなでもロケ砲とか入ってたりデッキは似てくるっすね。そうでもホグの防衛は大砲だったり、まあ、ゴブリンプラスのアイスピーとかでも完封はできるんで、いろんな防御方法があるかなと。このデッキだと。お、すごい、そっから落としてくれてる。うわ、すごい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 。あ、でも。なんかすごい。え、マジで。やばいよね、プレゼントが。プレゼントゲー。レイジ？いやー、ヒースか、そこで。透明か？うーん、マジで同じデッキなんだけど、ね、てかレースにやばい。え、てか強っ。えやばい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 、暴れすぎ暴れすぎ暴れすぎちょ、これ今のもぶっちゃけ疑惑っす。あの俺がね透明化拾えてれば勝ってるし、相手が最後透明化じゃなければ止まってるしみたいなこともあるんですよ。だからもう同じ人で同じのをメガネだったらそんな偶然あるとか、まあみんな考えたら一緒なんだから、一旦行ってみようか。これでもう透明化来い。さあレイジね、まずは透明化、うん、全然、まあ運ゲーですね簡単に言うと、まあ、だからそれがおもろいみたいなね。まあ、透明化が間違いなく最強かなと思いますね。体感どうなんだろう。お、しっかりキング起動をしてきますね。さてみんな強いか、クローンね。お願い透明化だけは。おい怖いね、置き土産が。しかもなんかちょっとね長い間残ってんすよねこれ。あ、う、あ、ん、壊れた。腐ったってことか。さあ、とりあえず、ホグガゴ行こうぜ。みんなガゴっすね。ガゴ優秀っすね。火力も上がりましたからね。はい。それで、めっちゃ吹き合うとか。まあ、消えてもいいんだよ。プレゼント？ヒースピ、いやー、ヒースピ、円、ヒールか。円がでかい。え？めっちゃ火力してる。あ、つあ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 つ。しかも透明か？ここに来て。いいガチャしてんねーって話よ。ヒール夏いなー。もういつ消えたんだ、3年前ぐらいに消えちゃったっすよね。
3年2年前、いやいつだ、マジで覚えてないけど、昔はこのヒールっていう呪文がありましたからね、当たり前に。そう、戻ってくんのか、さすがにない。このクリスマスイベントで出してくるっていう意味を考えると、ヒールが戻ってきて透明化呪文が出てくる。透明化呪文強すぎるな、明らかに。誰かどう見たって、さあもうここで透明化、クローン、クローンでもいい。おお、透明化で、これを拾って、ガガガ、透明化で無限に拾って、レイジとヒースピード繰り返して、いや、いい、よっ、アコースめっちゃ、え、いく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 、もう一人でやっとるよ、お前。透明化ヒースピード、いかつやばいっしょ、これマジもう、化け物だもんな。透明が最強すぎて、さあ、拾って、あ、拾わせよ、ゴブリン、ホグ自分で拾える。あー、レイジと、いやマジ透明か透明かとかってくるとマジで無双できる。うん、ガチャだよこれ。ガチャホグって名前にしようぜ、ね、ホグライダーのサンタチャレンジ、ホグライダーのガチャチャレンジだ。いやでもおもろいな、こういうのは、こういうのいいっすねたまったもんじゃないですけどね、そのやられた側はさ、その1枚でさね、うわ、ヒースピでたまたまガゴが回復して負けた、透明化で負けた、クローンで巨助が2体に増えて爆破が2倍になって負けたみたいな。ちょっとね、納得いかない部分も出てくるけど、まあ、とりあえずホグいってらっしゃい、まあ、ホグの後ろになんかゴブリンかガゴかつけときたいですね、プレゼント取ってくれるんで。あー、透明化しててもやっぱ呪文できるっすね。いや強っこれで、もう一回透明か？ヒースピース。いる？え？それ一生透明で拾ってんの？マジで。やばい。やばい。怖い。おい、呪文拾うんじゃねえよ。さあ、レイジマスキが暴れてる。なんか実際のモードで採用してもいいぐらい。いいぐらい。やべえか。フェニックス超えるか。さすがに強いよな。さすがにこのホグ出たらみんな使うよな、みんな使うな、間違いなく。5コスだけど、5コスだけど、それは普通のホグ超えるっすね、まあ、どっちも良さがある。さあ、まあ巨ホグ組んで守るか。さっきなんかメガナイト当たったけど、ワンチャンあれかもな。どうなの、俺は巨助が結構好きな人なんですけど、なんかホグの防衛とかね、ちょっと嫌だなーとかあれば、ガンモンさんすごいでもメガネットは2本しかないけども変わんねーな、めっちゃいけ、よいしょ、はい、で一応プレゼント拾って、あー敵のか、拾えません、相手の。おもろいね、なんかこのモード、今まで何買ったっけ、スーパーラバしか覚えてないんだけど、ラバと多分今2回ぐらいあったんですよ、ね、2枚か3枚ぐらい特殊カードが覚えてないけど、定期的に来るこの運営の遊びチャレンジ。いやー消えてる、消えてるし、消えろ、お前も消えろる、いけ、消えろ、自分で拾え。なんかプレゼントあれもったいないなー、マジで拾いたい。さあスケルトンがクローンされていくよ。のーマジ、まあ冷静になってね、ただのぶっ壊れっすよさああと2勝、まあ、このスタンプちょっと記念にもらおうぜ。あとクリスマス間違いなくセールとか来ると思うから、そこも楽しみね。いきなりやっちゃう、逆にアイテムいきなり来ちゃう。うん、ホグガゴマジで強いぞこれ。は
でも透明化してくれたら、あ、ガゴだけ透明化だ。ハグも、お、クローン、お、面白いと思う。クローンもなんかでもあんま出ないな。さ、ニフェのゴグス、ゴリゴリテンプレ。さ、26。26？ あの大砲を突破する方法を募集しなきゃいけない。なんかホグだしクエイクとかね、うーん、なんだろう、ファイボとかフリーズとかライトニングとかいいのかなと思ったけど、まあ、なくてもなんかホグガゴ、キョスキホグガゴのそのラッキーパンチでなんとかなるっすよ。ここで透明になれ。お、クローンもいい。からの透明。2体とも透明になれ。お、来た。透明広い一緒。うぃー。強っ。ていうね。なんかクローンして、そのクローンユニットと一緒に透明化なるの、マジでやばいな。ファイブ使った？さっきか。いや、いい。防衛。あ、でも毒気が入りそう。あ、よくないね、それは。さあ、おー、ヒールで回復してプレゼント拾ってもう一回ヒール、惜しい。あのプレゼントマジで鬼入れてる。なんか中からユニットが出たりしてもね、おもろそうだけど。ゴブリンバレルのなんか、まあ、ゴブリンじゃない場合だよね。透明？俺もう透明しか考えてない。あー、クローン強いんだけどな、人の相手には刺さんない。さあ、という感じで、レイジガチャオグでした。あ、もう一戦か。これなんか終わった後もこうパーティーしてんのおもろいな。溢れそうユニット、クローンバックヒット、ユロス、もう嫌だな、そういう名前のやつ嫌われるぞ。そんなよくね、名前をつきやがって。よっ、あ、これアイコレが拾うパターンだ。マジで透明化やめて。いやー、耐えたけどなんかすごい嫌だな。あー、マジでやばい。え、透明化スルーしてるっす。さあ、26かもね。だからまあみんなそうか、テンプレ、まあ、ホグってもう 2.6 ホグっていう完成されたデッキあるんで、まあもう 2.6 ホグのホグサンタでいいやんっていう話なんですけども、せっかくならね、一回おもろい方がいいやろ。透明できや、マジそこで透明になれ。うわ、あ、クローン、プレゼント拾ってみ。え、これマジで世界変わる、このプレゼント。え、なんで届かんのそれ。レイジでした。レイジが一番外れっすね、ぶっちゃけ。なんかあのレイジのダメージもないっすね。そう、バランス調整でついたレイジのダメがない体感、多分ですけど、ない気がしてる。ないので、そんなレイジに用はねえよ。それは、まあ、仲良くしようよ。ちょっと怖いよな、ね、どうなるか分かんねえもんな。クローンして、レイジして。あ、待って、レイジ今ダメージあった、嘘つきました。多分ヒースピンでダメージ負ってたな。あったのか。なるほどね。マジでミリーのホグでもなんか透明化してクローンしてみたいな、大暴れされて世界バッチリ。ユーロス、アイロスにしなさい。ミーロス、知らんけどさ。よし、行くぞー、いっぱい。
プレゼントいっぱい落としてもらうぜ。あ、ケツからさ、ホグ出したらさ、その分プレゼントいっぱい拾えるっていう。あ、すごい。すごい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 ね。あ、めっちゃいい食べた。あ、でも透明か？負け通し？なんもおらんけど、見えないだけか。あー、今透明化だったら、もっとっとっとみたいな感じ。俺のしたいやつ。で、後ろから拾っていく。アイスピカ。やべ、そんなことしてる場合じゃない。マジで。アイスピカプレゼント一緒に拾ってる。殴ってる時とかだけね、ちょっとペース早いですね。ちょっとおもろいやん。さあ、みたいなこともできるよと。なんかちょっと楽しいですね。こういうチャレンジ大好きですね。一生できちゃう。さあ、というわけで、ホグスタンプゲット。皆さんもぜひね、こちらのチャレンジ、やってみてください。では、お疲れちゃんです。またね。